はい、芝です。ダービーが終わりまして、2歳戦が始まっております。今週第2週ということでね、来年のダービー馬に向けて各陣営、一番いい馬がデビューしてくる可能性もある週になっております。その中でね、新馬戦といえばやはりルメール。まあ、新馬戦だけじゃなく、まあ、G1 や重賞もそうなんですけれども、やはりルメールを外してはね、競馬を語れない。特に今、美穂、一等と分かれている中で、美穂、ノーザンファーム、天栄の方ですね。こちらの主戦騎手となっているのがルメールです。で、美穂の方はですね、もうほとんど、このルメールや、まあ、外国人、今モレーラなんて来てるんですけども、こういった騎手に乗せてね、勝負がけをしてくる。こういった騎手はね、やっぱ勝ち負けをしてくるんだろうな、というのは思いますよね。で、まあ、このルメールを知らないとね、やはり新馬戦というのはできませんので、このルメールに関して、一つ一つ成績を見ていきたいと思います。まずですね、ルメール騎手、これ10年分のデータを取ったんですけれども、単勝回収率が 76%、副賞回収率 79% ということでね、まあ、ルメールだけ買っときゃ儲かると、そんな甘い話ではないというのがわかりますね。そして一番人気でもですね、114勝もしてるんですけれども、単勝回収率 74%、まあ、副賞回収率 82% ということでね、ルメールだけ買ってると逆にね、普通に買うよりも赤字になる。ルメールだけ狙ってきゃ大丈夫っていうことはないですよね。これ見るとダートの方がやはりちょっと単勝回収率いいんですけど、それでもまあ 100% 超えてないというところで、ルメール、まあ重要なのは間違いないんですけれども、日本ノーザンファームのルメールだけ買っておけばいいと、そう単純な話ではないです。ではルメールのですね、距離別成績を見てまいりましょう。芝の距離別でまいります。芝の距離別の、成績はこんな感じですね。一番いいのは1800メートルになってます。勝率 29%。マイルの方はね、勝率自体は 30% と高くて、マイルから、2000メートルであればね、結構いい数字が出ていますが、マイルの場合はね、単勝回収率 73% ということで、まあ、ちょっと低めになっている。1800メートルが一番いいという感じですね。これを一番人気だけに、絞り込みますと、一番人気だけではね、このように、回収率は 79% から 75% ということでね、ルメールを買っておけば、まあ、素直に大丈夫だと、なかなか言い切れないところであるというのもわかると思います。そして、生産者別。ノーザンファームがですね、93勝も、まあ、ほとんどノーザンファームですね。勝ち星は。芝の勝ち星142勝のうち、93勝がノーザンファームということなんですが、単勝回収率は 77% ということでね、ちょっと低めに出てきております。人気別を見ても、まあ一番人気で 80%、副賞回収率 85% ということでね、まあルメールだから闇雲に買っていいと、そういうわけでないというのがわかりますね。2番人気の場合は2着3着が多くて、副賞回収率 95% と結構いい数字が出てきてますんで、2番人気の副賞であればなかなかこれ、このまま狙っていても、それなりの回収率は狙えるっていうのはありますよね。で、これ1番人気、2番人気以降はもうほとんども落ちますんで、これ以外はもう買わなくていいですよね。はい、ノーザンファームのですね、1番人気、2番人気の成績見ました。単勝回収率 78%、副賞回収率 89% ということで、副賞の方がいいですね。まあ、副賞の方がいいとは言っても、まあ、副賞で利益を上げるというのはなかなか至難な技ですんで、距離別で見ていきましょう。距離別で見ると、マイルでですね、単勝回収率 98%、副回収率 98% とありますね。買うならマイルかな。ルメールを買うならマイル。場所は東京、新潟、などがいいですね。この辺はまあちょっと数が少ないので、中山とかこの辺はちょっと数が少ないので、買うならやっぱり東京、新潟、東海西の方が 103% となってますので、東京、新潟ではやはりノーザンファームを買っていくのが、ベストだと思いますね。マイル。単勝オズで言えば2倍ですね。自分が買った時もまあ2倍あったんですけども、東京マイル、なおかつこう2倍以上であれば、買えるなという感じですね。人気の方はやっぱり1番人気より2番人気の方がいいので、副賞回収率も高いので、1番人気より2番人気。そして、まあ単勝オズはまあ何倍でもいいですけど、2倍でも3倍でもまあ結構出てくるけれども、東京マイルで買っていくのがいい。ボバ牝馬で言えば、ボバも牝馬もまあそう変わらんなという感じですね。調教師別。調教師別、まあ木村哲也、手塚さんとことかね、やっぱりノーザンファームの主戦があればいいな、という感じになってますね。いいと思いますね。はい、ルメールを買うならね、マイルがいいと思います。そしてマイルでノーザンファーム出身の1、2番人気。で買っておく。高額回収率はいいですね。アルレッキーノとかね、まあいろいろ今回出てくると思うんですけれども、
今週出てくるアルゲッキーの、まあ、1800メートルでデビューかな。単勝率帯 1.5倍から 1.9 倍まで、2倍コールドもほとんど、買い目はないですけれども、1倍台であれば、1倍台であればね、結構な勝率 57% 勝ってきますんで、開始率も 92% もありますんでね、アルゲッキーのが1倍台出てきたら、まあ、これを素直に買えとは言わないですけど、他の馬をね、アルゲッキーノに対してこうぶつけて買うような、アルゲッキーノが飛ぶと見て他の馬の単勝もまとめて買うようなこともね、やめた方がいいというのがわかりますよね。だから、1倍台ぐらいまで押されてしまった馬に乗ってしまうと、馬券的にはなかなか買えないなという感じはありますね。ルメールはこのように見ほで乗るには、東京の方ではですね、なかなかいい騎手がいないからです。競馬というのはね、見ほ、立東と2つありまして、まあ今だったら東京開催と京都開催とあるんですけど、東京の方が見本、京都の方は立東ですね。基本的に新馬戦においてはルメールはこの東京の方で乗るんですけれども、これはノーザンファーム天栄の主戦騎手、まあノーザンファーム天栄のジョッキーとしては大将ということですね。昔から東京というのはですね、騎手がなかなか不毛の土地で、岡部騎手、的場騎手、柴田正人騎手がいた時代なんていうのはねほとんどもう上位のジョッキーばっかりで、まあ、全て固めてしまう岡部軍団なんていうのもありましたけれども、とにかく美穂ってのは結構閉鎖的なんですよね。閉鎖的かつまあちょっと暴力的というか、いじめがあるというかね、軍団でまとめて取ってしまうというか、美穂の方はとにかく美穂の方は全てにおいてなんていうんだろう、公務員的であるというか、そのままことなかれ主義というかね、そのまま決まってしまえという感じが多いですね。1番人気、2番人気は見本の方が強いです。そのままね、逆転して勝ってやろうとか、1番人気、2番人気の邪魔をしないようにして、予定調和で終わってしまおうという考え方が多いですね。ですんで、見本の方が予定調和的に終わりやすい。ただし、こう、軍団制とか、年功序列制でありますので、若い騎士というのはなかなか育ちにくい。若い騎士は、まあやっぱり見本は嫌がると思いますね。対してこの立東、京都、関西側なんですけれども、こちらの方の、まあ、大ジョッキー、武豊騎手ですね。レジェンドであり、天才でありね。まあ、我らが武豊騎手、レジェンドですね。この方が、見本にね、昔若い頃、東京に行った時にかなり、まあ、迫害にあったと、いじめにあったということでね。やはり見本みたいな、この軍団制みたいなやり方は好きになれんと。とにかくジョッキーというのはね、一人一人戦いなのだから、実力でやるべきだということでね。美穂と立東で言えば、美穂の方がもう閉鎖的。すべてが予定調和である。立東の方はね、もう一番人気とかね、被って一番人気、二番人気なんてもう許さんぞと。そんなやつにそのまま勝たれてなるものかということでね、かなりまあ反逆的であるというか、暴力的であるというか、まあ実力主義ですよね。武豊騎手が作った実力主義のおかげで、若い騎手もこちらの方がまあ伸びやすいですね。どんな騎手であろうが何だろう、実力があるならどんどん出てこいという感じですので、それはね、新馬戦においてもその傾向というのは如実に現れています。基本的に美穂の方が人気になった馬がね、そのまま予定調和的に勝つことが多いのに対して、立東の方はね、一本かぶりになったような馬も絶対に倒さないよと、そんなものに勝たれてなるものかという感じで、かなりマークも入ってきますし、妨害も入ってきますし、反則紛れのね、ギリギリのプレーも起こってきます。もう実力主義ですからね。基本的にはこの実力主義のレジェンド武豊が作った立東の文化というものがね、素晴らしいとは思うんですけれども、あくまでですよ、馬券を買う立場からすれば、予定調和的な東京の方がまあ馬券は買いやすいですよね。この馬が強いと見て、その馬がすんなり勝ってくれると、そういうことを望んでますんで、あんまり邪魔するなよと、あんまりマークするなよと、素直にそのまま勝たせろよという感じがありますんで、美穂の方が馬券という面では買いやすいですね。そういう意味で、まあ、ルメールがノーザンファームの天栄として、主戦を張って人気を背負って勝ってくれる。そういう絵面というのがすごく望ましいとは思ってるんですけれども、ルメールを買うだけでは儲からないよというのがね、よくわかると思います。やはり、新馬戦というのはね、馬がほとんど全てですんで、いいジョッキーであればね、当てる可能性は高くなるのは当然ですけど、ジョッキーだけではね、そんなに差はつかないよというのがよく分かったと思います。ですので、これからね、自分がルメールの乗る馬を押したりとか、そういうことはありますけど、ルメールだから買いなさいとか、そういうことはないですね。逆にルメールだからやめましょうということはあると思います。ただ、マイル戦においてはルメール、やっぱり強いよと。そういう結論でいいと思いますね。